安ラボ株式会社の安川です。会社の経営、ソフトウェア開発の会社を経営しながら、コーダ道場ジャパンという社団法人とか、あと水戸ジュニア、水戸事業っていう、IPA や、その経産省が関わっているような国家事業、にも関わっています。いやもう今日はですね、いろんな方々のいろんな発表があって、でみんなそれぞれやりたいことをこう実現したいと、こういう世の中にしていきたいというパッションが非常に大きくてですね、そういった話がいっぱい聞けて、僕自身もいろんなモチベーションになりましたと。中でも今回僕が審査員賞として出したのが、実際薬局を運営されている方がですね、立ち上げたウェブサービスなんですけれども、こう自分がすでにこう課題を感じているフィールドに対して、その自分が使いたいと思う、これがあったらもっと世の中が良くなるであろうというものを作っていくっていう、そういったこう地に足のついた、ビジネスとかアプリケーション、いろんなプロジェクトがあってですね、そこは本当にレベルが高いなと、思いました。僕自身やエンジニア上がりの経営者ではあるんですけれども、経営者にはなりつつも、楽しく作りたいとか、新しいものを作っていきたい、新しい仕組みを実現していきたいというのを常々、チャレンジしてるんですけど、やっぱ楽しいからやってるとか、僕がこういう社会にできるともっと楽しいだろうなとっていうのを根本にはあるんですよね。なので、それがエンジニアの人たちの場合はですね、プログラミング、そこが一つのポイントとなると思うので、こうやってて楽しい、プログラミングやってて楽しいとか、こういった社会になったら、プログラミングを通して、ソフトウェアを通して、こんな社会になったらもっと楽しいだろうなとか、そういった自分の感情に素直に前に進んでいくと、より楽しい人生が得られるんじゃないかなと思ってます。頑張ってください。採用したい、これはですね、すごくいい質問ですね。まずやっぱり一般的に採用したいっていうのは結構なくて、やっぱり会社ごとにいろんな特徴があるので、そこを見極めるのが一つ大事かなとは思ってます。例えば弊社の場合ですと、フル完全なリモートワークのソフトウェア開発会社なので、なのでその文章を書く技術とか、あるいは書いた文章が、書いたコメントとかですね、あるいは行動のコミットメッセージとかもそうなんですけど、そういったものが、やっぱり100人読んで100通りある、コメントっていうのは結構辛いんですね。そういう意味じゃなかったんだみたいなのが結構あるんですけど、やっぱり100人読んでも必ず一通りになるような、そういう誰が読んでも、分かるような、一つの解釈に収束するような、文章を書く技術とかっていうのを弊社、リモートワークを重視する会社ではそういったものを、ポイントにしているところも多いのかなと思います。ただしこれは、リモートワークの会社における特徴なので、自分が行きたい会社とか働いてやってみたい、事業を運営されている会社とか、ごとにそれぞれ判断基準というか採用基準が異なると思うので、そこをやっぱりちゃんと、明確にしながら、これさえやっておけば OK みたいなものはあんまりないと思うので、そこをちゃんとこうそれぞれの、ケースバイケースで当たっていくといいかなと思ってます。やっぱりその発表単位で何か気になったというのは、やっぱその薬局のやつが一番なんですけれど、他の発表でもやっぱ C2C の部分とかに特化したりだとか、割とやっぱマーケティングとか、その他の審査員の方もおっしゃってましたけど、ビジネスとしての実現性とか以前に、そのマーケットとしての規模が大きいところを狙っているっていう発表があって、そこは非常に狙ってるのか、あるいはたまたまなのか、どちらかは分からないですけど、でもそういった市場規模が大きいところを狙ってるっていうのは非常にちょっと興味深かったかなとは思ってはいますね。個人的にエンジニアリングもちょっとかじってる側からするとですね、最近はそのストライプとか、簡単に決済の部分も実装できるような、会社というかペイメントゲートウェイとかがどんどん増えてきてるので、なんかそこも含めて実装できちゃったりすると、さらに一歩踏み込んだ、プロダクトが作り込めるともっと面白そうかなとか、例えば C2C だったらストライプコネクトとかがあるんですよ。なんか多分これ絶対カットされるんですけど、そういうのを使うと結構もっと踏み込んだプロダクトになりそうかなとは思いながら聞いたりはしてました。